独占キャラマンドットコム岩佐です。香港のサイクン50ということで、スカイランニングジャパンアジア選手権、チャンピオンシップということでしてですね、28キロの部見事優勝、松本大さんです。素晴らしい結果で、一言感想をお願いします。まあラッキーでしたね。はい、全てはラッキーでした。まあ、優勝候補のマルコがちょっと途中ね、コースでロストしてたんで、まあ、本当は彼が先行してたんで、まあ、本当の実力で優勝したってわけじゃないんで、まあ、本当ラッキーな優勝っていう結果でした。はい。まあ、ちょっと謙遜もね、随分あるかと思いますけども、そうですよね。ちょっとその途中の、その松本さん、マルコが 先にいたんですよね、途中まではですね。はいはい。で、2番手か3番手とかそれぐらいの走出して、そうですね、2番手3番手ですという感じですよね。はい。で、ある時マルコいなくなったってことですか。そうですね、前に見えてたんですけども、あのいつの間にかいなくなってて、あ、すごい早く行っちゃったんだなと思ったら、なんか彼らロスしてたみたいで、それは CP2 に行く手前のあたりですか。ここ、あ、そうですね、そういう感じですね。はいはい。他にもなんかあれ、今回はちょっとあの50キロの方でもなんか迷ったりするんだと思ってきましたけども、まあけどそういう辺も含めてね、事前にコース予習しておいた、去年 先月ね、あの来ていた回もあったっていうことになるんでしょうかね。はい、それも含めて。そうですね、まあそうですね、やっぱり地図とか地形を頭に叩き込んでおいたんで、まあだからコースでミスをすることなく、ゴールまでたどり着けたろっていうのはありますね。まあ、だからそこも含めての実力だったら、まあ優勝だったのかなっていう風な気がしますか。だからやはりやっぱヨーロッパ勢はまだまだオフシーズンっていうことですし、ことなんで、まあ全然あれですよね、あのトムとか、あのマルコも全然ヨーロッパで見えるキレはなかったんで、まあ彼らの本気は全然見ることはできませんでしたね。だからやっぱり自分がヨーロッパに行って行かないと、彼らの本気の彼らと戦うことができないんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。ね、はい、勝ってまた次の目標が見えたということになりますよね。そうですね、まあ、まさか勝てるとは思わなかった、正直。まあ、背中が見えればいいなっていう相手だったんで、まあ、非常に勝てたことは非常に嬉しいことなんですけども、まあ、正直この今の自分の実力でヨーロッパに行ったところで彼らに勝てるとは全然思わないので、やっぱり自分自身がもっと強くなって、それで本場のヨーロッパに乗り込んでいかなきゃダメだなっていうふうに改めて思いましたね。はい。あのちょっと話変わって、はい、日本の、ね、皆さんの活躍ということで、松尾さんはそのジャパンスカイランニングアソシエーションの代表という立場でもいらっしゃるんですけど、今回28キロも50キロの方もですね、たくさん日本の方入賞されて、ね、あの2位は近藤さんだったし、同じ28キロ、この辺も予想してたところと比べるとどうですかね。あ、そうですね、もっとあの中国勢があの28キロもあの50キロも、あのもっと上に来ると思ってたんで、あの、まあ、予想よりはすごい日本勢かなり健闘してたので、あの非常に日本チームとしてあのいいお土産ができたのかなというふうには思います。はい。まあ、なんとかこのね、あの本当にスカイランニングっていうことで日本のねアスリートたちすごい一生懸命頑張ってるんで、これをぜひ日本でもね、あの盛り上げて、そして日本でもこのアジア選手権ってね開催できるように、まあそういう機運をね高めていきたいと思います。注目度が、ね、これで高まりますよね。そうですね、ありがとうございます。そうすると松本さん自身の次の瀬川になるんでしたっけね、5月国内、あ、他にもある。そうですね、とりあえず、5月のヨーロッパ選手権の瀬川ですね。まあ、ヨーロッパ選手権が実質今年の世界選手権、世界ナンバーワンの決定戦になりますので、非常に本当にレベルの高いすごいテクニカルなフィールドになるんですけども、その場所で、あの自分が本当に世界でどれだけ通用するかっていうのを試していきたいなというふうに思います。はい。アジアチャンピオンとしてね、こう、いよいよまた世界のトップになるということですから、ますます活躍が楽しみだと思います。はい。じゃあ、ね、今日はゆっくり
休まれて、ね、ちょっと、ね、JSA の皆さんもいっぱいいるから美味しいお酒になりそうですね。そうですね、楽しみたいと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。